例のごとく、九段のごとし、死活エントです。ダイヤ改正に伴って、新たに大阪駅に地下ホームが建設されました。今回は、開業日の大阪駅地下ホームを見に行ってみたいと思います。場所的にどのあたりかというと、グランフロント大阪などがある、埋め北エリアの地下にできました。というわけで、改札の方へ行ってみましょう。今回、新たに顔認証改札が設置されました。顔認証ができていないので、とりあえず、普通に IC で入場してみます。入れました。ほとんど顔認証をしていない方ばかりでしたので。コンコースには開業を祝う花が飾られていました。今回新たにできたのが21番線から24番線の4ホーム。21番線のみフルスクリーンの安全柵が設置されています。近未来的な様相を呈しております。行ってるそばから24番線に黒潮がやってくるようなので見に行きましょう。入線直前にはホーム下の警告灯が光るようです。これまでは地上を迂回する形で通過していた特急も今後は大阪駅に停車することとなります。また、23番線には新大阪から直通することとなった大阪東線が乗り入れてきています。このホームが現状大阪東線の終点ということになるようです。ちなみに、大阪東線の221系ですが、今回のダイヤ改正で奈良線の一部複線化ができたということで、そのヘッドマークが掲載されておりました。噂の21番線が見えました。めっちゃ動いています。エスカレーターも進行方向に向かって左右に青色の光が点灯します。思った以上に近未来的な作り込みになっています。
村の大阪駅のホームでは乗り換えまでに距離がありますが、きちんと案内が掲示されています。また、本コースの壁にはプロジェクションマッピングが上映されていました。ということで、21番線にやってきました。フルスクリーンのモニターもあり、想像の域を超えてきました。こちらのホームには、関空や和歌山方面の特急が停車するようです。映らないように頑張りましたが、結構な人数の方がドア付近が開くのを撮ろうと半円状にカメラを構えています。やはりダイナミックに動きますね。ちなみに安全柵の上に列車名が記載されていますが、こちらも液晶ディスプレイとなっており、状況に応じて変化するようです。もう一度触れてください。続いて改札を一度出て、梅北地下口という出入り口が設置されたようなので、そちらに行ってみたいと思います。グランフロントと大阪駅が見えますが、ほぼほぼ柵で覆われています。今後再開発される予定ということですが、現時点では柵がないところから地上を歩くだけになるようです。再び改札付近に戻ってきました。なんと駅弁の自動販売機がありました。
あいにくこの時は欠品しておりましたが、充実しているようです。次は、大阪駅の地上階ホームへ移動してみます。何気に迷ってしまいましたが、5分ほど歩いたところでようやく到着しました。乗り換えには余裕を持っていた方が良さそうです。エスカレーターを上がると普段のホームでした。今後が楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。4号車は女性専用車です。皆さん、48分発。